はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードのビザパッチ決済で最大1000円までたた、 ビザプリペ、グーグルペイン、対応ポンタポイントのキャンペーンと組み合わせてさらにお得にということでちょっと長いタイトルなんですけども今回は三井住友カードそしてポンタポイントのキャンペーン合計2つについてお伝えしていこうと思いますまあ実際にですねこちらのキャンペーン僕も早速参加してまあちょっとやらかしてしまったというところもあるのでまあそれも含めて最後まで楽しんでいっていただければと思いますそれではまず最初は三井住友カードの話題からいってみましょうまずはこちらからですねビザの立ち決済 ご利用で漏れなく最大1000円までただというキャンペーンです。なので、このタッチ決済、三井住友カードを使ってタッチ決済を使ってお会計をすれば1000円まで OK ということですね。で、こちらのキャンペーンは本日の2020年の3月2日から4月の30日のまでのキャンペーンとなってます。いや、このキャンペーンはまだそのタッチ決済を使ったことがない方に対していい体験ができるキャンペーンかなと思います。 で、キャンペーンの解説の前に、そもそもこのタッチ決済とは何ぞやってなる方のために簡単に解説すると、カードをかざして決済ができる決済方法ですね。まあ、このタッチ決済は基本的にこのサインが不要であったりとか、暗証番号の入力もいらなかったり、なおかつ、本当にスムーズにお会計ができます。ちなみに僕が持ってるカードだと、このビザ以外でもアメックスもこのタッチ決済が可能ですね。まあ、とにかくこの決済方法は本当にカードだけでサクッとかざすだけでできるので、本当に便利ですね。 それでは先ほどのキャンペーンについて戻るんですけども、まずこちらのキャンペーンに参加する前に確認なんですが、まずご自身のカードがビザのタッチ決済に対応しているかというところが必要です。今出ているこちらのカードのように、扇形のマークがカードに記載されていれば OK です。まあ現在も開催中なんですけども、あの、三井住友カード20%還元のキャンペーンとかで、まあかなりの方が作成されたのかなと思うので、それで作成された方は、このタッチ決済のマークが入っているのが ほととんどかなと思いますまあもちろんですね、今回のキャンペーン既存会員もできるので、もちろん僕もできますし、今回新規で作られた方も参加は可能となってます。それで、その扇形のようなマークが確認できた後は、ビザのタッチ決済が可能なお店でキャンペーンが開催されている時にタッチ決済を行うだけで、これで完了となります。しかもですね、このキャンペーンなんとエントリーが不要なので、とりあえずタッチ決済を行えば OK ということですね。そしてタッチ決済を行ったら、土曜日から翌週の金曜日までのビザのタッチ決済ご利用金額に対し にして次の水曜日に得点が付与されるとまあ、これ今出てるのが公式ページそのまま引っ張ってきたんですけども、まずこの段階で土曜日から金曜日のビザタッチ決済利用期間ということで、ここでタッチ決済を行って、そしたら翌週の水曜日に特典が付与されて、あとは木曜日、特典の付与メールでお知らせが来るという流れになります。なので、例えば本日3月3日で決済したら、まあ来週の3月11日に特典が付与されて、3月の 12日に特典付与のメールが届くという流れになります。まあ、流れではこんな感じですね。 ちなみにこのビザのタッチ決済が使えるお店なんですけども、こちらいくつか対象店舗が公式ページにありますが、全国的にあるお店だと、今出てるようなツタヤとか、マクドナルド、コンビニだとローソンとかですかね。ちなみにセブンイレブンも今年の6月からタッチ決済に対応します。で、このキャンペーンの注意点いくつかありまして、例えば1200円で決済した場合は1000円までが値引きがされるということ、あと800円で決済した場合は800円までが値引きされるということでしたので、1000円以内であれば手出し。 1,000以上であればちょっと手出しありという感じですね。 あとですね、これ、後ほど少しお伝えするんですが、三井住友カードには、ビザプリペという、その名の通り、プリペイドカードがあるんですけども、それもですね、一応、タッチ決済の機能はあるんですが、それは対象外となります。そして、SMBC デビットも同様に対象外となるので、あくまでも、三井住友カードのビザタッチ決済で行う必要がありますので、これらに関してはお気をつけください。以上が、三井住友カードのタッチ決済のキャンペーンについてでした。ちなみにですね、後ほどまた少しだけ キャンンペーンについいいいてて登場しますすのででで、まあ、一旦これれ置いておいてくださいそれでは次ですねじゃんということで、こちらのカード、先ほども話にも、まあ、ちょっと出てきたカードですね。その名も、ビザプリペというカードです。このカードは、三井住友カードが発行するプリペイドカードとなっておりまして、まあ、主な特徴としましては、もう上から読んでいくと、ビザのタッチ決済が可能であったりとか、発行手数料が無料。そして、なんとですね、6歳以上で小学生以上の方であれば誰でも発行ができます。で、あと、還元率は0.25%と、ちょっと気 気持ち引き込みかなと思いますで今ちょっとここには出してないんですけども 3D セキュアにも対応しているのでスマホ決済だとあの楽天ペイとかにも設定が可能となっておりますまあそんな v i s a ペイなんですけどもこの度リニューアルされましてそれがこちらですね どんということで、いやー、もさーっとしたデザインから一新しましたね。しかも、三井住友カードの新しくなったデザインのクレジットカードとほとんど同じデザインということで、まあ、ちょっと色が違うくらいという感じですかね。まあ、ちょっと手元にはないので、あの、触り心地とかわかんないんですけども、色合い的にはシルバーを基調としてるという感じで、まぁ、あ、ほんと今風な近未,来近未来感あるような感じのカードですね。 裏裏面面ももクレジットカカーーードドドとと同様にに、まあ、番号有効期限そしててセキュリティコードも裏面に記載がされてるといるう感じですねちなみにそんな v i s a プリペなんですけども3月の2日から GooglePay に対応しまして Android にお財布形態の機能がついていれば ID 決済可能な場所であればスマホだけでも決済は可能となりますあとは三井住友カードの VPASS アプリにも対応するということでしたので管理も比較的しやすいのかなと思います ま、実際にこのカードなんですけども、還元率は気にしない。けど、3D セキュアに対応しているカードが使いたい。あとは、三井住友カード関連で統一されたいという方は、このビザプリペはありなのかなと思います。以上が三井住友カードのビザプリペについてでした。そしてですね、先ほどの三井住友カードの1000円のただのキャンペーンと組み合わせたら、ま、効率がいいなと思うようなキャンペーンが今開催されてたので、それを最後に紹介します。それがこちらですね。じゃんということで、ポンタ10周年発表。 ハッピーキャンペーンということですね。こちら、抽選のキャンペーンとなっております。キャンペーンの期間なんですけども、3月の1日から4月の24日までの2ヶ月弱のキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンは、もしその条件をクリアしたら、今出てるような、抽選で100名様に1万ポンタポイント。で、抽選で500名様に5000ポンタポイント。で、抽選で1000名様に1000ポンタポイント。で、あとは、ウェブからエントリーされた方の場合は、抽選で500名様にサンクス玉ポンタポイント。 ぬいぐるみというものが当たるということになりますで、このキャンペーンの参加条件なんですけども今出てるようにキャンペーンの期間中にポンタの対象加盟店で お会計の際にポンタカードを提示します。で、その時のお会計の金額が税抜き500円以上のご利用で一口抽選となります。で、これで条件クリアで、さらにですね、応募数を増したい場合は500円、税抜き500円のご利用で一口増えていくので、まだその増やしたい方はお会計の金額を調節してみるのもありかなと思います。まあ、ちょっと詳しい応募の数字については公式ページに載ってますので、ぜひそちらを確認してみてください。ちなみに今回のこのポンタのキャンペーンの対象のお店なんですけども、今出てるような お店ですね。例えばコンビニだとローソンとかローソンストア100、飲食店だったらスキアとかはま寿司ココス、あと本屋さんだとマルゼンとかジュンク堂とかでも今回のポンタのキャンペーンの対象となっています。あと、このキャンペーンなんですけども、ちょっとですね、組み合わせによっては孤立がよく参加できるかなと思いまして、例えばこちらのローソンなんですけども、結構ですね、お住まいの地域に多いかなと思うので参考にしていただければと思うんですが、先ほどお伝えした三井住友カードの1000円ただキャンペーンでタッチ決済 行ったりとか、あとは AU ペイの20%還元キャンペーン、そしてメルペイでもメルペイフィーバーというキャンペーンも開催中なので、まあこれらのキャンペーンと組み合わせればお得にお買い物ができるプラスポンタポイントのキャンペーンにも参加ができるので、まあ結構効率がいいかなと思います。以上がポンタポイントのキャンペーンについてでした。今回お伝えした内容を簡単にサクサクっとまとめていきましょう。まずは三井住友カードの千円タダキャンペーンについてですね。三井住友カードのビザタッチ決済ということで、3月の4日から4月の30日まで 開催中で1000円までがただエントリーは不要でビザプリペですとか SMBC デビットは対象外そしてここには出てないんですけどもビザプリペのデザインが変わるということと Google ペに対応するということですねそしてポンタポイントのキャンペーンですがこれは3月1日から4月の24日まで抽選でポン ポイントが当たるということで、合計金額は税抜き500円以上という感じですね。そして冒頭にやらかしてしまったとお伝えしたんですが、それは何のこっちゃということなんですけども、それが今出てるこの画像ですね。ここ見ていただきたいんですけども、今朝ですね、僕あのツイッターでもつぶやきまして、ローソンでお買い物をしてて、しっかりこうポンタカードを提示して、1003円という感じで、いい感じに抑えれたんですが、 いざですね、決済したらなんとですね。で、今赤く、あの、枠で囲ってるように、983円だったんですよね。いや、まさかのお会計した後に気づいたんですよ。キャッシュレース消費者還元事業の2%のことをすっごい。 かかり忘れてたんですよね。まあ見事にですね、朝からもうゆずひこはポンコツをかましてしまいました。まあけどこ、こういったことは結構あります。<laughs> まあ損はしてないんですけど、けどなんかこうやっぱりし悔しいですね。<laughs> まあそんなこんなで今回は三井住友カードの1000円ただキャンペーンに そして、ポンタポイントのキャンペーンについてはお伝えさせていただきました。まあ、実際にこの三井住友カードのタッチ決済使ってみて思うのは、先ほどもお伝えしたように、とにかく決済が早い、本当にスムーズで簡単にできます。ぜひですね、これを機にこのような非接触決済を体験するのもありなんじゃないかなと思います。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク下に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。 ご視聴どうもありがとうございました。 やっぱり今日何と言っても、まあ、昨日からちょっと話題になってたんですけども、やっぱりあの、aupay ですよね <laughs>。今日は本当夕方僕も言う、ツイッターで呟いたんですけども、生き残ってますよね、奇跡的に。多分、あの、メルペイとかのキャンペーンの影響が強い件か、まあ、そっちの方を優先的に使ってるのかなと勝手に思ってるんですよね。いや、ほんとなんかこうね、<laughs> aupay も本当に、ここぞとばかり本当に本気を出しつつあるので、まだまだね、今週いっぱい続いてくれると、これを に本当に auPAY のキャンペーン参加できなかった人はね上限はちょっと下がってはしましてしまったんですけどもまあ楽しんで参加できるんじゃないかなと思いますということでまだ auPAY 他のキャンペーンスマホ決済まだまだ盛り上がってますので楽しんで参加していきましょうありがとうございました